はい、皆さんこんにちは。ね、コンプリートできないシリーズ、今日第2回目はね、このルーツアロマステージ&コーヒーのキャンペーン、コラボ商品の峰富士子でございます。ということで、早速ね、いつものようにカプセルを開けていきたいと思いますね。この台紙をペローンと剥がしたらね、いつもの通りここに、全部ね、6種類のこの紹介があります。ということで、前回はね、次元大輔ご紹介しましたけど、今日はね、峰富士子ということで、ご紹介していきます。ルパンとね、コナンのコラボ商品でございます。はい、ではね、早速このね、峰富士子を見てみたいと思いますけど、峰富士子、なかなかね、この色っぽいですよね。はい、ということでね、じゃあこれをね、早速アップで見てみましょう。はい、藤子ちゃんでございます。はい、こんな感じでね、結構ね、ちょっとこのお兄ちゃんのところがね、藤子ちゃんですけども、お顔はどうですかね。ちょっとなんか藤子ちゃんにしてはおばちゃんっぽい感じのキャラクターになっております。ただね、非常にこうスタイル抜群でね、色っぽい感じ、この赤のね、ハイヒールなんかいいですね。はい、こんな感じでね、藤子ちゃんね、これが3番目の藤子ちゃんになります。はい、いかがだったでしょうか。前回のね、次元大輔は結構ね、まあ似ててクオリティ高かったんですけど、今回のね、こう藤子ちゃんはちょっとなんかおばちゃんっぽくなってて残念なところがあります。ただまあ藤子ちゃんもね、結構色っぽいんで人気ありますよね。はい、ということで、コンプリートできないシリーズ第2弾、ルパンとコラボの映画のね、キャンペーンでやっております。ルーツのね、アロマステージ&コーヒーの おまけというかキャンペーン、第2回目、今回は3番目の藤子ちゃんをご紹介しました。コンビニにね、もう残り少ないかもしれません。興味ある方は探してみてください。そして私がゲットできないルパン、もしあったらゲットしてみてください。それじゃあまた。